このビデオには私のビリー・イン・ジャパン・アメブロ m の2024年予測を読みます。投稿は2024年元日の午前9時38分でした。毎年の予測を読んでいる方は全ては現実しないと理解しているだと思います。今年の予測は例年よりも珍しいです。なぜならば昨年の12月の初めから浮かび上がって でできたイメージに等しいからです生まれてからこれほど瞑想前の未来のイメージを受け取ったのは初めてです。今年の困難の前触れの一つでしょう。私の予測の当たる確率は地球変化に対してはかなり高いんですが、政治的な傾向に関しての外れもそこそこあります。いずれにしても、 今年の予測は怖いので、ほとんどは外れてほしいんです。いつものように瞑想で見た様子を星印でマークしました。噛んで受け取ったものはそのままです。世界全体、今年の地球は活発です。地震や異常な気象イベントが起ったすべてのタイムラインにありました。洪水、津波、宇宙からの当たるもの、太陽フレア化、隕石化や 揺れる地球を見ました。天候による不作による食料不足は数多くの国々に問題となってました。数多くの停電も起きているように見えました。パワーグリッドの問題と思いました。二つのタイムラインには中国が原因となったことによってインターネットが悪影響を受けてました。中国のハッカーかな いずれにしても、ほとんどのタイムラインには2024年にインターネットの故障が見えました。中国、昨年の予測と同様、今年の予測にも中国が最も大きく世界に影響をしていました。社会的、経済的の滅びが続くにつれて、習近平は台湾侵入を促してます。台湾の一つのタイムラインは不思議でした。 その中には最近できた第三党は反中国票を割ったため新中の KMT が勝ったため中国の侵入を防ぎました。世界中の他の国と同じく巨大な地震や天候イベントが中国にも起きました。しかし中国の場合には経済侵入している貧しい国から食料を奪っていました。 中国が隠そうとしている病気が中国人口の高い割合を感染し、その存在が世界にバレてしまいます。中国ハッカーは米ドルの代わりの制度を展開するために世界の銀行制度を壊そうとします。2024年の前半には中国とロシアがより 仲良くなりますが、年末までにロシアは騙されているとはわかり、距離を置き始めます。中国海軍は太平洋地域に船を攻撃し、太平洋戦争を引火します。オーストラリアは戦争に参加します。ほとんどのタイムラインでは、インドも後に加わります。唯一、 中国が戦争を起こさなかったタイムラインでは市民の暴動があり中国が自治国家に分散されました。ロシア。ロシアはウクライナに勝ちました。ゼレンスキーが追い出されてからウクライナは以前よりも小さな国になりました。ロシアも自然災害を数多く受けます。しかし戦争に活発化された経済が成長し続けます。 二つのタイムラインにプーチンの暗殺未遂を見ました。見た太平洋戦争にロシアも参加しますが、主に象徴的な参加のようでした。中国はフィリピンなどの国と戦い出した時には、ロシアの存在は感知しませんでした。ロシア国内に巨大な爆発が見えました。隕石か原発事故か、一つの興味深いタイムラインには、 ロシアはアメリカ内戦に保守派を助けるためにロシア兵を送りました。米国、アメリカには混乱の一年が待ってます。地球変化、特に地震や強烈な天候イベントが米国に大きな影響を与えます。不安定な天候は不作の原因となり、アメリカの食料輸出国に響きます。 アメリカを見た時の気分は爆発寸前,前前の圧力鍋を見ているようでした。過剰な国債や他の通貨の石油取引の導入により年内に米ドルが下落しました。COVID ワクチンの死に至る副作用のニュースが明らかになりました。すべての米国の未来にはアメリカは滅びる寸前前,前でしたし内戦の匂いが強かったです。 民主党都市は無法地帯になっていましたし、社会保障制度は不法移民者に崩されていました。サンフランシスコなどの街場面は第三国そのものでした。一つのタイムラインには中国が選挙を発グして民主党立候補者、バイデンではなく、を当選させました。他のタイムラインの多くにはトランプまたはケネディが勝ちました。 しかし一つのタイムラインには戦況がなかったし、アメリカが青民主党の州と赤共和党州に分かれていたようです。車の論回収用の車を運転できなくする装置が大問題になってたように見えました。すでに保守派アメリカ人のウォークに対する怒りを増していた感じでした。中国の太平洋戦争が起きたタイムラインでは、 中国の尖閣諸島や沖縄新入船にアメリカは参加していませんでした。ウクライナの過剰支援とオバマ・バイデンの米兵の減少により参加する力はなかったようでした。日本、防災キットを再チェックすべきの年です。普段の日本は比較的に自然災害が多い国ですが、今年は予測できないほどのことを想像した方がいいだと思います。 昨年の天候は異常で予測できにくかったが、今年のはさらに不安定であるように見えました。全国の作物にとっては難しい年になりそうです。岸田は歴史上で国際外交に大失敗した総理大臣として記録されるでしょう。ロシアの摩擦を増した上、中国とロシアの接近を支援しました。それにしても、 大きなエゴの持ち主の岸田は最後の最後までやめないように見えました。一つのタイムラインにマイナンバーシステムがハッキングされて国民のデータがインターネットにばらまかれることとなりました。中国戦争のタイムラインでは日本は尖閣諸島と沖縄を中国に渡すかアメリカの支援なしで守るかに責められます。 日本のレベル低いセキュリティを利用して中国のハッカーが国際発グを日本からするようになります。今年中国からの発グアタックや日本技術の盗みが記録的なレベルに達します。日本のインバウンドの頼りがベドル下落とともに失敗で終わります。しかし、それによる日本製品の人気が続くため、ベドル圏以外の輸出が増えます。 中国の新しい病気が日本に伝染されますがコロナのような問題までには拡大しません。2024年末までに AI に切り替わった職業が目立つようになります。日本は水素エネルギー業がさらに発展します。遅れているチップ産業展開とともにチップ産業地域経済が良くなります。アフリカ、天候による基金が増えます。 中国は資源盗みを続けますが、アフリカの各国は返済拒否をし始めます。それにより中国の生産業が困り始めます。オーストラリア、ところどころに大きな火事を見ました。中国軍に対応するため、オーストラリアは必死に軍事化しようとしていました。インド、洪水と干ばつにより、食料調達が大きく影響されていました。 インドはロシア、中国から距離を置き始め、日本により近くなります。中近東、イスラエルはハマスを追い払います。イスラム系の国はイスラエルと戦うために力を合わせます。アメリカが米兵を導入し、第三次世界大戦の可能性が増えます。訪れた全てのタイムラインには、中近東の戦争がヒタップしました。南アメリカ、巨大な地震。 中国が接近しようとしている国が中国を強絶し離れます。数多くの山が崩れます。北朝鮮。2024年に西洋が驚かせる新兵器を相次いで披露します。米兵器が落とせないミサイルもその中に含まれています。北朝鮮海軍が太平洋には予想できない強さで現れます。カナダ。 天候のパターン変化により、今までに農業に使えなかった面積が増えます。地球変化イベントの中では、カナダは比較的に安定しています。太平洋の島、いくつかの島は浸水災害を受け、住めなくなります。ビデオをご覧いただき、ありがとうございました。